こんばんは。こんばんは。めっちゃ久しぶりな気がする。いつぶりやろ。もしかして10月やってない？そんなこともないか。いや、やってないか。いて、寒い寒い。生存確認。生きてるよ。 SNS 動いてるでしょ。5年ぶり爆速で。え、ちょっとさ、なんかツイ何ポストツイートでいいか。ツイートしてからさ、めっちゃ時間経っちゃったって思いながら、なんか本当は昨日とかしようかなみたいな気持ちやったんやけど、できんくて。え、何せ前ね、一人暮らしやないけんさ、で部屋もね、ある個人の部屋があるわけでもなく、狭い狭いお部屋なので、やっとになっちゃった。初見くらいの勢い。え、そんなに。こんばんは。マイナの配信遊びに行くこと自体久しぶりかも。ほんと、え、ま、え、そんなに久しぶり。やってても来てないタイプね。タイミングよかった。あ、ヤッホー。パタパタ。ソって何？タソってこと？僕は動いてません。どういう、え、何？9月17日。そうですよね、そうだと思った。わあ、みんなアイテムありがとう。なんかいっぱいピョンピョンピョンってなっちゃった。うわ、なんかすごい。何？住み区暮らしこれ。わあ、すごい。さて次はいつ会えますかね。いつ会えますか。東京遠征はしに来ない？ありがとう。なんかあれかも、星5種類がん終わって、そのなんかさ、システム終わってからやってないかもしれん。初めてかも、このキラキラ。そうそうそう、ねえねえと2人暮らしです。まあ、なんせ上京組なのでね、実家暮らしじゃないですよ。こんばんは、リックさん。こんばんは、イショップヤッホー、西枕、やっほー。声聞けるのありがたみ。そう、本当はなんかバニサイの1週間前からやろうって思ってたんだけど、まあまあいろいろとありまして。良いお年を。え、年内会いに来ないつもり？もしかして。うち、こんばんは。あ、多宿、こんばんは。すし、飲み会いいな。バニサイ見に来てね皆さん。あ、そう、その話もねしようかなと思いつつ、いや、なんかね、しようしようと思って、何話そうって思いながら、まあでもコメント読みながらお話ししよったらあれかと思って、なんかいつもね話そうと思っても結局コメント読んじゃうからさ、なんかね話題がねあんまし尽きないから、いつも長いかも。え、お休みだと。恋癒し。ほんま、でももう今日はお風呂も入って、あとはもう歯磨きして寝るだけなんで、もうおねんねタイムです。早いでしょう、準備が。そうでしょう。まあ今日は一日中すっぴんです。皮膚科だけ行ってきた。ちゃんとお薬もらってきたよ、耳の。マイナと生誕祭以来話してないから、久々に適当に来たいんだけど何話せばいいか。え、そんな久しぶりになる？マジ？何でもいいよ、全然。来てくれたら何でも話す。ハピバーがあったわ。じゃあ来てください。トピアン、なんか久しぶりに見る気がする。元気元気元気。
バードさんやっほーやっほー、すっぴん効果。え、でもね、聞いてほしい。なんか前あんまさ、すっぴんってのは加工ありじゃないと、ストーリーとか全然載せるけど、加工ありじゃないとね載せないんですけど、なんてやろう、なんか多分顔自体はそんなに変わらんけど、全体的にものすごく薄くなるから、なんかお目目鼻どこだろうみたいな存在感ない感じになる。そもそもの形とか別に変えてないから、メイクであれなんだけど、一回ね、しおりの一人部屋でホテル撮った時に、なんか禁煙部屋が空いてなくて、なんか前の人が吸ってたみたいな感じで、前のタバコの匂いちょっと苦手なんやけど、だからもうめちゃくちゃ、もうどんだけファブリーズ振っても、もう備え付けのが空っぽになるぐらい振っても、もう匂いえぐくて、しおりが舞菜に物借りに来た時に、え、これはさすがにヤバすぎるって言って、自分の部屋に、一人部屋やったけシングルでやけど、一緒に寝て、ね、寝るって言ってくれたんやけど、その時に一回だけしおりの、ねインスタグラムの方かな、インスタのライブかな、インスタライブやったっけあれで、一回だけすっぴん、もうほんとどすっぴんでやった。でも多分見てる人ほとんどいなかったと思う、遅かったし時間だから、まあ、それぐらいかな、一回だけかな。耳ね、一応ね大丈夫っちゃ大丈夫、でも薬塗った直後は痛い。タスクアイテムありがとう。早寝早起きらいいから。え、でも早寝早起きできてないよ、全然。2時過ぎに起きて10時過ぎに起きてる。ん？間違えた。2時過ぎに寝て10時過ぎに起きてる。まあでもそんなもん、それより2時間早めるとね、無理なんよ。そもそも家に着いてない、ライブの日。だから、早起きしちゃうと、ライブが終演後とかの時めっちゃしんどいのね。もう家にたどり着かないから。ちょっとその無理な生活はやめようと思って、そうそう、逆に行くからお願いします。お願いします。おう、じゃあ来てくださいね。テータンのオンライン地域無事届きました。え、なんか届いてるみたいでよかった。結構ね、生誕のは前に出したの、結構前に出してたな。どんな時に出したんかな、ハロウィン地域販売する前、いつだっけ、10月のね、いつかにだな、ほんと今の1ヶ月前ぐらい出したんだけど、多分ちょっとスタッフさんたちがバタバタしてたから、まあメンバー休んだりし始めちゃしてたか、あの時は。そうだから、まあバタバタしてて、多分ハロウィン終わりに発送になっちゃったのかな。あ、でも明日ちょっとお仕事あるけど、明日お仕事の時に、今日和装チェキ書いたから、あ、書き終わったから明日出します。だからそのうち届くかなって感じです。ごめん、まずは名前から名乗っておしめも伝えます。あ、全然顔わかるから大丈夫だよそんなことないし、いや、あるんでしょ。元気だよ、よかったよかった、また会いに来てね。おんちゃんやっほー、インライやった、え、見よった、もしかして。あ、恥ずかしい。そうそうそう、やっぱね、衣装とかについちゃうのが本当に嫌で、私服とか。そうなんですよ、配信って顔出ししてなくて、手だけしてなくて、うん、顔出しとったよ。ツッチーさんやっほーやっほー、どのツッチーさんかな。ツッチーさん確か2人いるんだよね。日本のホテルマジそれで苦手、こっちのホテル全部禁、え、全部禁煙なの、そらいいね。まあそういう人もいるからさ、まあまあまあって感じです。8時間寝れたら、そう、8時間寝れたらね、いいんよマジで。でも前びっくりしたんが、1時半に寝たのに12時半ぐらいまで寝てて、自分がびっくりした。あ、相当疲れてたんだって思いながら。4時に寝て12時に起きてる。無職でごめん。え、無職じゃないでしょ今。え、無職になったの。じゃあ次から俺もファブリーズ空になるまでかけてから特典会行くね大丈夫、あんま匂ったことないよやば、発想できていないね。え、マリナ発想別にしてないよ、スタッフさんだよ。
バニサイ、そうバニサイね、なっちゃったんだけど、みんな来てほしい。シノ、ヤッホー、また会いに行くか。許可制です。許可制です。怒られない程度に。オカピヤッホー。ミオとシアのこともやった。あーマジか、あの時間起きとったよね。ユイちゃん推しのツッチーです。あっちこっちの方の方ですかね、違う、もう一人のツッチーさんがね、誰推しかは分かってないから。風の部、おきっぴやほー、こんばんは。ひゆくんと、そうそうそう、嫌だったのよ。あわった、うさぎあった。うさぎに着替えてみた。いいやん、かわいいやん、うさぎ。ナイネとのチェキ取りに行くに、あやかちゃんとカンナさんからの曲。おい、カニャもなんだ。もとちゃんアイテムありがとう。怒られないように会いに行きます。え、怒られないように会いに行きます、誰、え、どういうこと。タスク、発想にたどり着かないもん。マジか。イオンって聞こえた、どういうこと。あ、違う違う、いや違うやん、もう一人のツッチーさんの細かいのマリナまだ知らんからっていうね。なかなかさん、こんばんは。こんばんは。さあ、ちょうちょう。まあまあ、よ、お、了解了解。うん、あやかちゃんだと思ってた、ミラクルヒロキ。そう、あ、でも、え、待って、この時間なのに意外とみんな起きてるね。でももう寝るっしょ、皆さん。30分ぐらいかな今日は。明日もできたらしたいなと思う、思ってるんだけど、いやーちょっと明後日は、あ、明日というかライブ、明日お仕事終わりかで、明後日ライブでしょ。ちょっと明後日はね、多分自分がね死んでるから、レッスンがありまして、ライブ前にね、あ、言っていいよね、別に別にいいよね。ライブ前にね、レッスンがあるんですよ。なんかちょっと変に期待させちゃかわいそうなんで、あの5人バージョンのレッスンがね、今そう、先生をさすがに8からの5って3人減ってると立ち位置とかも全部変わっちゃうし、歌割りもめちゃくちゃ、なんなら主で歌ってたメンバーがほとんど今いないから、もうマリナだって歌わりなかった曲がほとんどなんだけど、あ、あっても一言ね、が代わりなんだけど、めっちゃ歌ってるとことかあるから、まあよかったらライブ見に来てください。今メンバー5人だけど、ライブ出てるのはもう5人でも、マイライブみんな全力で、その、あ、5人かってならないように、やっぱ来てくれた人には楽しんでほしいしっていう気持ちでやってるから、まあ皆さんよかったら会いに来てね。この前もねレッスンやって何曲か固めてやってたりするから、そう、皆さん来てね。でも最近マリナ列結構あって、みんな意外と会いに来てくれてるから、すごくね、もうね幸せって感じ。言わせないでほら。ごめんね、まゆちゃん怒られないんですよ。いや、マリナは常にプンプンですよ。え、仕事中ですか、仕事中、マジ。マリナの手料理、え、いつか振る舞いたいな。最近また自炊してるからさ。珍しく床になってない、どういうこと。マリナ、よいしょ。あ、こっちの部屋あったかい。キャラーン、ヤッホー、早く続けます、カンナさん。あ、8月くらいかなんだ。イッシーさん、ヤッホー。ニキョさん、ヤッホー。え、みんな起きてるの、嬉しい。チェックするチャンス、そうそうそう、でもあるね。A作さん、ヤッホー。めちゃこ、あ、餅之助さん、こんばんは。寝る前来たよ、ありがとう。ガッチマリナめっちゃ歌っとって嬉しい。そうやろう、なんかさ、なんかね、
5人でも全力バニック楽しんでます。いつかえありがとう。なんかねやっぱなんて言うんだろう、5人でさ今できることをやらなきゃじゃん。そうだからまあ悲しんではいられないし、待ってくれてる人もいるからもう楽しんじゃおうと思って、そういつもと違うとこを歌えるっていうポジティブに考えて、だから今だけのマリナの歌声が聞こえるよっていうね、普段なら結構聞けないことが多いと思うんだけど、今来てくれると5人で頑張ってるし、まあレアな歌割りが聞けると思う。でも結構ねみんなごちゃごちゃだから、あの歌割りがめっちゃ変わってるから新鮮っちゃ新鮮かも。たくおたくみやほー、なんか似たような感じだったじゃんやめてないよまだ。めいちゃん毎日投稿頑張ってるから少し、どうかな。でも最近インスタがちょっとフォロワーさんが止まってて、ちょっと前から止まってって、でやっと増えたと思ってもまたちょっと止まっていいね数伸びなかったりしてるから、まあちょっとめげずにいろんなの載せてみようと思って、できる限りライブある日はやっぱね10時とか過ぎて載せちゃうとどうしてもみんな反応遅くなっちゃうから、7時から10時までの間に載せれそうな日は載せるようにしてる。なんか SNS で知ってくれて会いに来てくれる人とかも意外といるから、でマリナなんて言うんだろう、ネット弱いというか、あの他のメンバーみたいに告知をまとめたりするのとか画像作ったりするのがめちゃくちゃ下手で、そうあのハロウィンの画像やってた、なんていうの、自撮りまとめてたと思うんだけど、あれに2時間ぐらいかけてるから、でもさねちょっとな苦手すぎてめちゃくちゃ時間そこで食われちゃうんだったら他のこと練習した方が効率いいなとか思っちゃって、できることを今やってるつもり。まゆちゃんの手料理でフードファイトイベント待ってます。大量調理ってこと？全然やったことあるけど、でもね結局一人で作ったことはないからね、無理無理助手がいるライブ毎回楽しんでます、ありがとう。そうねやっぱ楽しくないとさみんなも楽しめないかなって、こっちが楽しまないとって思ってるから、まあめちゃくちゃ緊張するよやっぱり、喉の調子が良くない日とかさあるからね。そうそうそう、ミッチーこんばんは、今がチャンスやね。そうだね確かに、やっほトパチン、やっほ料理上手。そうなんか今まであんま言ってなんかハードル変に上げられるの嫌だから言ってこなかったけど、まあ、一応調理師持ってるんだよって思って、なんかあのツイッター X のあのあそこの名前書いてるとこに加えた、カキカキしてる。みんな気づいたかな、あれ変えてるの。ちょこちょこね変えよるんよ、気づいたかな。そう5人ならではの楽しみ方もあると思う。そうだね、配信間に合った。あお疲れ様、めっちゃ久しぶりな気がする。マリナに会いたいから20行くか悩むね。マリナに会いたいから本当に言ってる、トバチン。ぜひぜひ来てほしい。そう振りも変わってる、マリナ全然反対もやってるし、なんだろう反対の振りもやってるし、踊り始め早くなってたりするし、そうだね。インスタでは日本のどこか密かに見てます。そうだの、ありがとう。今ライブめちゃくちゃ楽しい、ありがとう。なんと人気でコンテンツなんて、慣れればいいんだけどね、やっぱなんか8人の時よりさ、そりゃ8人のなんていうん、ファンの人が集まる数と5人のファンの人が集まる数って言ったら3人分減っちゃうから、その分を8人でなんか9月の終わりか、揃ってたの9月の終わりまでで集めてた人数をこの5人で集められてたら、3人戻ってきた時にプラス3人のファンの人が来てくれるじゃん。
って思うとバニクル自体がさグループが上がるかなと思って、何ファンの人の数だからちょっとでも気になってもらえるようになんかいろいろと考えてはいる。更新通知来るたびヒャッホーってなってる。え、ありがとう、ねえねえが来ました。あ、はい。あ、かおたま、こんばんは。加工とかしなくても全然かわいかさもんだっけです。いや、全然全然。メンバーと向かい合ってる時の表情好き、ニヤニヤしてていつも楽しそう。あのね、これそれ多分ね、あのマリナが一番ね笑ってるというか、あのメンバーと顔合わせに行ってる、なんか好きでライブ中にメンバーと顔アイコンタクトするの。だからだいたい内側向いてる時、あの目合いそうなメンバーのことめっちゃ顔見してる。え、全然気づかれない時もあるけど、まあメンバーの横顔とかを見ながらやってる。なんか幸せな気持ちになるよね、ライブ中メンバーと目合うと。めっちゃ見とるけん気づいてる、気づいてる、やったん。マリナの手料理見ててすごく家庭的なお姉さんだなって思ったの。得意料理、得意料理ないです。基本的レシピを渡してくれれば何でも多分作れる。ちょこちょこ買いよんの。そうですよ、いつかライブ行ってたのに新幹線で全然行けんかった。あ、見たよ、ライブいたの、気づいてるよ。そっかそっか、じゃあまた今度来てね。最近才能とかも盛り上げようとして頑張ってね。ファンの人もめっちゃコール、なんて言うんだろう、自分推しじゃない人のないメンバーのコールも言ってくれてるから、なんていうん、会場自体がもう盛り上がってるというか、で楽しい、こっちも楽しい。ねねのコスプレまだまだっすね、知ってる。そんなマリナちゃんじっくり見てます。え、恥ずかしい。結構ニタニタしてるよ多分。なんかねそれをね楽屋で話したことあるの。なんかマリナめっちゃ見てくるみたいな言われて、え、いいやんって言って、見らしてよって言ったら、カニヤか誰かになんか、うん、メンバーのこと大好きやなみたいなこと言われた。誰やったっけな。でも幸せな気持ちになるんよ。ママのケンちゃん作ってたの懐かしすぎて動けした。そう、香川帰った時にママにねもらったんよ、なんか食べるとか言われて、持って帰りとか、みかんとマンバとほうれん草とカブもらって帰ってきた。田舎なのバレる。いや、おかず2から3品作ってもらえれば勝手に白米持ってきて食べます。そう、料理ね、料理ねするのは好きよ、気が向いたら全然。でもなんか最近ちょっと、でも自炊した方がヘルシーではあるからどうなんだろうって思うけど。宮川純さんこんばんは、こんばんは、いいこといいこといいこと、よかった。めっちゃニヤニヤしてるんだろうな。マイナってる、ヤッホー、タルチョー、大丈夫、うちの方が田舎行け。どうだろう、家の周り田んぼしかないな。バニクラのアビ見たすぎて、すごい、え、マジ仕事終わり急遽東京行ったん、すごいな。ね、マイナショールーム自体がね久しぶりなんですよ。待って、友達用に買ってたお菓子ねーねーに食べられてんだけど、なんでだよ。今目の前に開いてて、えっていうの。おー、もうせっかく買ってきたのに食べられた、最悪。明日怒っとこ。もういいや、外食ばっかやからマジで弁当作ってください。え、でもお弁当は、お弁当は
下手。あのねマジ盛り付けのセンス皆無だから、あの本当に無理本当に無理やばい、マイナの目の前行ったら俺固まってしまうかもしれない。え、なんで、なんで。朝ごはん作ってほしいです。朝ごはんって何、卵焼き、目玉焼き、お味噌汁。朝ごはんって何。マイナ、マリナちゃん朝ごはん出てくるお家じゃなかったから、え、それ何がある。ウインナー焼くぐらいしか思いつかないけど、え、朝ごはんって何サラダみたいな。え、わからんわからん、前の朝ごはん菓子パンしか食べてない言ってくれれば作れる多分。ライブ中、前のこと見ようとしてないけどバレそうで怖くてやめる。え、じゃあチラ見で、チラ見で、じゃあマリナは気づけれんかもしれんけど、その瞬間チラ見で。朝食べれないこと多い。え、絶対ダメ、食べた方がいいよ朝。マリナのおすすめは米粉パンです。え、みんな笑ってる、やばいよねいや違う、あのね友達に、あの友達が好きなお菓子があってね、それをね、あの送ろうと思って段ボールに今日ちょっと詰めてたら、段ボールがちっちゃすぎて、あ、これ詰め替えなきゃダメだなと思って、自分の荷物の上に、廊下の、廊下じゃないな、キッチンだな、廊下なんてねえよ置いてたら段ボールの蓋を開けっぱだったのがダメだったのか、でもちっちゃくて蓋閉まんなくて、そのまま置いてたら食べられた。やばいよね本当に。いや、なんか前本当は送ろうとしてて期限が迫ってたから、あのそれをねえねに、これ食べていいよって出したんだけど、いや、これは食べていいって言ってない。だってこれ1月まであるのに、この前香川から帰ってきた時にわざわざ寄ってさ、東京のお店買ってきたのに、はあ、くそ、今日出せばよかったな、スーパーに段ボールもらいに行けばよかった、やっ、決まった、はあ、まあそういうこともあるよねって。声のトーンが怒ってる、本当そう。ホイホイさん、ヤッホー、前やっぱマリナに会ってから帰るべきだった、めっちゃ後悔してる。そんな後悔してるの。じゃあ今度楽しみにしてるね。太るやん、わら。え、朝ごはん食べたら、朝ごはんは米、味噌汁、あー漬物、卵かなくと、あー、じゃあそんなもんなんだ。んー、朝起きたら、あ、でもどうだろう、学校基本的食べないで行ってたかもしれない、プロテインだけ飲んで行ってた、そんな時間ないからとりあえずなんか顔に適当になんか塗って眉毛描いてアイライン引いときゃなんとかなるだろうっていう精神で学校行ってたな。ライブ前ちゃんと学校か、あのライブ楽屋ついてからメイクしてたよ。ひまわりさん、こんばんは。あ、え、この前初めまして、この前、昨日、おとといになる、マーキーで、マーキーを初めましてしてくれた人かな、違うかな、合ってる。朝食べたいけど食べる時間も睡眠もしても、あ、わかる、それな。え、結構ね、あのね、お菓子持ってって学校で授業の合間時間食べてた。あー、魚ね、味噌汁入れてしゃっきりと、あーね、あの子にはすぐ狙われるかダメでいや、だから名前書いちゃダメなんだって、友達に送るやつだったの。え、全然家のね、家のお菓子は全然食べてくれて構わんのよ。え、なんなら食べてくれないと、みんなハロウィンでもらったお菓子が溜まってるからいいんだけど、なぜそれを食べたっていう。え、しかもいいやつ、お友達に送るようだから、あの子高いやつ。どうしよう、明日送ろうって思ったのに送れんやん、体
買いに行かな遅れんやん。え、どうしよう。でもそっちまで行くことがないんだよな。なんで食べたダメや、この話からちょっと先離れよう。犬に食べられたみたいな言い方え、全然寝るまで食べてるよ姉妹は。まだねね色々食べる。いやマリナそんなそんな勝手にな。物はさ別になくならんやん借りても。しかも自分のお菓子とかなら全然いい。わざわざ買ってきたのにお友達に。悲しい。ダメダメ、もうこの話からちょっとコメント読んだら離れます。いやお返しってことで、この前全く同じお菓子は期限がちょっともうね11月の末だったから、これ送ってももう半月になるなって思って、これは食べていいよって2箱分渡したの。2箱分出してきたので、新しく2箱買ってきたら開けられてるっていうね。はあ、かまたまアイテムありがとう。ちなみに今の朝が蜂蜜入りプロテイン。マリナと同じような生活してる。まあでも学生の時は、大学行っちゃった時はもう朝起きたら1時間あるかなぐらいだったから、とりあえず前日にお弁当用意してもう冷蔵庫入れて、あの大学に電子レンジとさ、あの蛇口ひねったらお湯は出てきたから、そうカップスープとかあのスープジャーに入れていって飲んでたとか、お弁当もレンチンできてたからそのままぶち込んでた。この前初めましてしました。そうやね、ありがとう。ご飯食べんといけん。あーそっち派ね。お菓子食べに行きましょうか。ダメです、実家の犬にでっかい財布食べられたこと。悲しいなそれは。勝手にか、それは悲しいな。おここぷんすか朝食べないと、え全然お腹すく。えでも朝ごはん食べても全然2限始まる頃とか1限終わる頃にお腹鳴ってた。ですごくマリナは授業中見られるっていう、あのしかもマリナじゃない人がお腹鳴ってもマリナの方見られるっていうね、定着してましたね大食いが。あ、見たことあるよミラクルひろきのワンちゃん。ところで都内名古屋とかない？え都内名古屋でもね、今もう今さあれじゃん5人やん。5人になってからあの遠征がほとんどないんですよ。あー今んとこないね。しかもさ12月2人生誕あるけんさ、ないなー、ないなー、うん、遠征入ってないですね。入るかもしんないけど今のとこない。そうそうそう、みんな20日さなんかワンマン延期ってなってさ、代わりのライブしますみたいなのは載せてたけど、みんな多分延期のさあの印象強すぎてさ、有給取り消しとかさ多分みんないっぱいいると思うんだけど、だけどやっぱそのなんていう、20日にライブをするってことがそもそも意味があると思うからさ、まあ5人なんだけど出れるメンバーは、そう5人で今ね何ができるかとか、それならこの前もレッスンやってたし、今度もライブ前にレッスンあるんだけど、いろいろとメンバーで考えて今できること、自分たちでできることしかできないんだけど、いろいろメンバーで考えてやってるから会いに来てほしいなって。アップダンスのね先輩に出てもらってバニ祭を開催させていただくんですけど、やっぱさバニクルのファンの人にはいっぱい入っててほしいからさ、バニ祭だからね、だからどうなのかなっていうの。え
見せた覚えない？送ってきてくれたよ。メンバーの誕生日結構同じ。そう、固まってるの。ワンマン延期後の日程の方が気になるんですね。ワンマンはねまだ何も立ってないよ。もうメンバーが今どうなるか分かんないから。どうなんだろうね。今活休組と運営さんでは話ついてるのかもしれないけど、今のこっちに出てるメンバーは何も今情報を得てないので何もわからないって感じですかね。お伝えできることがないよって感じかな。20大丈夫？年明けかもってさっきなってた。何 C？ 何 C？ 星になってる。確かに有給取り下げたでしょ。あ、先に寝ます。ありがとう、見に来てくれて。休みのままにしてるとか余裕で行く。あ、いや、ありがとう。休みのままにしてる天才。ツッチーさんおやすみ。2日なんとか行けるようになったよ。よかった、ありがとう。言わずもがないわ。え、ありがとう。そう、楽しみにしててね。あ、そういうこと。逆に下手しい、あ、下手したらって意味。ええかねなしたけど、有給取ったんよね。内緒。え、分かった。じゃあ内緒にしとく。もう今日 15？ 来週の月曜日。もうすぐだね、すぐだね、すぐだね。なんかすっごい緊張するんだけど、でもなんか結構ね楽しみって言ってくれる人も多いし、メンバーもね楽しみって言ってる子多いけど、マリナはちょっとね怖くて。正直頑張って午後休めるようにしたい。ありがとう。だからね、なんか5ステージにパッて出ていって、あのバニクル2本あるからさ、ライブが1本目このトップバッターとバニサイだから鳥なんだけど、この1本目からあの自分のファンの人の顔が見えたら安心するというかさ。そうだからね、みんな会いに来てって感じです。ですです。僕はやかちゃんの内緒面と同じ。怒られない？大丈夫？待って、何分までにしよう。あ、全然30分経っとるやん。20分から始めたよね。じゃあ5分にしよう。5分までにします。コメントも多分もうみんな寝ちゃってるから。寝ちゃうでしょ、だってもう次の日仕事でしょ。もう週中ば折り返しだしね、水曜だからあと3日だね。もうそろそろこの週の半ばって、あー行きたくねーってなってくる頃だと思うし。あれ寝てないじゃん西枕。おはよう。普通に仕事でしょ。そう、マリナたちもね明日お仕事あるから。うん、ちょっとマリナは朝別に早くないんだけど。シワ頭から行きたくねえだよ。まあそりゃそうだよね、そりゃそうの分かってるんだけど。お、翌日も休み取ってる、素晴らしい。ずるい言い方、行きたくなる。いやだそりゃそうでしょ。だからなんて言ったらいいんかね、この5人になってからさ、やっぱプレッシャーが半端ないというかさ、まあいっぱいいろんなことも言われるし、そうだからその時に自分のファンの人の顔を見たらさ安心するというかさ、頑張れるというかさ。まあ頑張るのは当たり前なんだけどねって感じです。まあマリナは
アイドルやりたくてやってるから、もうなんかお前なんかいらねえって言われるまでやりたいなって感じ気持ちはね。ギリ起きてる？私は起きてますみんな意外と夜更かしなの。あ、マイナの配信ベッドの中とかでお聞きください。まああとちょっとなんでね。取り込み中？取り込み中？どういうこと？毎日仕事なんて行きたくないもんさね。それはそうだよ、わかるよ。マイナも別に学校行くまでが憂鬱だとな。行っちゃえばどうってことないんだけど、行くまでが重い、体が重いって感じだ。明日一限、え、それは早く寝ないと。やばいやばい。まいちゃんの声を子守歌にして寝ますかね。そう、意外と前のラジオ配信すると、あの寝落ちしてる人多いんだよね。多分ボソボソ喋るからなんだと思うんですけど、まあ、全然そんな感じでいいんで。仕事放り投げて今すぐ寝たい。それはダメや。全然やることも増えるだろう。そうですね、行かないとしかつかありがとう本当にみんな。今やって仕事終わった、今一緒に仕事見て寝て、また朝から仕事が。ちょっとブラック大丈夫？体を壊さないようにね、寝れる時寝て元気でいてくれ。終電逃してるから全然起きてる。いや、それはやばい。めいちゃんの声聞きたいから起きてる。ありがとう。まあ5分までだよ。もうみんなも寝ないとだからね。今日ぶっこに説教しなきゃだってやつだった。まあそれは嫌な気持ちになっちゃうね。お疲れ様です。今日は床に寝ないでね。大丈夫。このあとちょっと前のは、小腹も空いてることもないこともないんだけど、ちょっとヨーグルトだけ食べて歯磨きして寝ようかなって感じ。1時半にお休みっていう時にはマイナは今日はちょっとお布団に入っておきたい気分。やばい、むにゃむにしてた。 眠くなってきちゃった。マイナ必要なくなること考えられんな。本当本当本当、ありがとう。食べるんかい。そう、ヨーグルトならいいだろ。 いつもね、マイナはお風呂上がりから寝るまでの間に R1 を飲むの、毎日ね。ちょっと高いんだけど、ちょっと体調崩さないように、なんかね、地味な、なんていうの、地味な体調不良が多いというか、なんかバニクル入ってからちょっと体弱くなってる気がして。で、今もう5人だから、ライブ休みたくなくて、絶対に。だからちゃんと欠かさず飲むようにしてるんだけど、まあ高いじゃん。だからちょっと今日はヨーグルトで乳酸菌取っときゃなんとかなるかなみたいな感じ。初見さん、ぶっちょさん、こんばんは。初見です。お、ありがとうございます。お、いろんな時間帯するといろんな人が見に来てくれるのかな。そう、 R1 ね、意外といいよ。わかんないけど、でもワインは割とずっと飲んでる。そう、あ、納豆も好きやけんね、一時期めっちゃ食べてた。そう、 R1 ねーねと一緒に飲んでます。1本がね高いけどね、チリツモだから痛いけど、まあ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 、体調壊して病院行くよりかはマシかなっていう。はじめまして、タンタンおいタンさん、初見さんだ、ありがとう。あ、今日、今日さ、初見さん多くない？なんで？めっちゃすごい、初見さん4人連続みたいな。なんで？誰かのお友達？違うか、そんなことないか。いい心がけだね、プロ意識。そう、なんかあのね、前ライブハウスが寒すぎて、あの今の水色衣装、寒すぎてめっちゃ凍えててしゃがみ込んで特典会してたら、次の日普通に熱出しちゃって、なんか意外と弱いってことを気づいて、ちゃんと対策しなきゃなっていうので。森永のヨーグルト大器をいいこと、それはいいこと。
ちゃんと買ってくれてるんだね。ゆきもさん初見です。初見さんだ。オダーティー、オダん、オダーティーさん初見です。おお、2人連続初見さん、ありがとう。初見さんみんな今一緒にいるの？あ、じゃあ友達、ありがとうって言っといて。あ、配信見てたら聞こえるか。ありがとうございます。まあ、よかったら皆さん初見さん SNS チェックしていただけると嬉しいです。あと、あー、カテキンね、殺菌作用ね。値引きになった時の言ってる、え、そんな時もうないよ。今なんかちょっとインフル流行ってたからさ、もうあのね、スーパーにない。何、低脂肪みたいな方いつも飲んでんだけど、それがない。普通のも最近ない。そう、キースターねーって覚えてるの覚えてるの。あ、やばいやばい、5分過ぎてるよ。じゃあちょっと10分までにしよう。やばい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 、みんな、ね、寝れなくなっちゃうよね。ごめんごめんごめん。分かりやすい。いや、カイロめっちゃある家に。もう去年のからめっちゃ溜まってる。大丈夫大丈夫、 まだ足りてる。カイロってなかなか使わんくない？キリアさんの招待枠です。あ、ありがとうございます。マリナルーム来たの、やばい。延長つつ、やばいよね。僕行った予定、予定だった、予定ね。初見です。嘘です。あなたはもう初期からです。初期からです。招待枠ありがとう。じゃあそのままマリナのことも知っていただいて。やばい、深夜テンションなんかね、なんかいつもよりテンション高い気がする。スーパーとか大学生で、え、ないよ、もうそんなないない、物が、もう物がない、もう例にない、ん、棚にない。え、時計見る癖をつけようか。なんか置き時計あったけどどっか行ったんよ。なんか上の時計見なきゃだから、ちょっと今が8分、やばー、あと2分やん。2分やん、ひー、どうしよう。まあいっか。まああの皆さん寝落ちでも全然大丈夫なんで、眠くなったら寝てね、本当に。ね、しゃがみチェキめっちゃ撮った記憶ある。安定の延長です。数年前からだけど初見です。え、え、初見じゃないやろ。え、どういうこと、初見じゃないよ。あなたオーディションから知ってるさ。なんならその前からでしょ。あ、しおり推しです。了解です。あ、どの人だ、わかんないや、いいや。じゃあとりあえずランキング読もう。ランキング、やばい、久しぶりすぎて、え、この時間で400ってみんな起きてるものなんだね。大丈夫。13位みみりんさん、12位早送りカレーうどんさん、11位かささん、10位イソップ、9位かわすまさん、8位いっしーさん、7位きりや、6位しまやん、5位しらっち、4位もとちゃん、3位かまたま、2位ずっこさん、1位タスク、ありがとうございました。あ、ピッタ10分だ。ピロシさん、ヤッホーヤッホー。じゃあもうこのまま終了にする。今日はねあれだしね、ラジオだからね。明日朝朝食寝てギリギリまで寝るから大丈夫。大丈夫じゃない、ちゃんとちゃんと寝てください。え、明日もできればしようかな。え、どうしよう明日。ラジオか顔出しかはまた明日言います。多分すると思う。で、しなかったらごめん、しなかったらごめん、本当にごめん。え、わかんない、何時頃かも、明日のお仕事による。また、まあ、するときには告知しようかな。うん、そうだね、告
告知しようかな。まあ、またちょっとバニサイ以降ショールームじゃないわ、ウィズラもしたいなって思ってるから、ちょっとまた日にち考えて候補日言おうかな。決まったらまあ言います、告知します。ポスト慣れなすぎて無理だ、ツイートします。一日の締めくくりになった、ありがとう。体調優先、あ、体調は全然大丈夫だよ。じゃあみんな、おー、あのねさんありがとう、アイテム。みなさんゆっくり寝てくださいね。マイナも寝ます、ちょっと眠いんで。だからまた、そう、ラジオ、あー終わっちゃうよ、ジンジンさん。またするときは言うので、遊びに来てください。みんな遅いのに、夜遅いのに見に来てくれてありがとうございました。明日も、もう今日だけどお仕事頑張ってね。じゃあみんなゆっくり寝てください。あ、やばい、危ない、一瞬止まった、間違えて電源押しちゃった。じゃあおやすみなさい、バイバーイ。